しては山形県の塩田養鯉場です。まあ、もう9月にそろそろなるんですけれども、まあ、今日も雨降ってるんですけども、一雨一雨ごとに、まあ、水温が、まあ、池の、ね、水温が下がっていきます。で、ね、やっぱり夏場と同じように餌を与えてたらやっぱり調子をくれますし、ここ最近鯉の調子も、まあ、見る感じの、まあ、雰囲気的なんですけれども、餌食いが落ちて、まあ、調子がね少し落ちてきたように感じます。こんな感じでね、給餌器の設定をして、まあ、餌のセーブをしました。あとね、まあ、10日ぐらいしたら、まあ、全部の池を上げ終える予定です。9月のね初旬頃には、まあ、大体冬菜に限っては上げたいと思います。2歳に限っては、まあ、9月の中から末にかけて、まあ、2歳以上の鯉ですね、それを、まあ、沼上げをしたいと思います。また売り出しも控えてますので、まあ、それに向けてね、早めに鯉を上げといて、まあ、潜水池、コンクリート池の方で飼育して、まあ、沼から上がってきた時って、まあ、ちょっとねぼやっとしてて綺麗じゃないんですけども、コンクリート池にね少し入れてあげて、まあ、締めてあげることによって色とかが引き締まって綺麗な鯉になりますので、まあ、その、まあ、段取りとして、まあ、早めにね上げたいと思います。で、まあ、やっぱりね餌を食う大きな個体ほどやっぱりね腹が少しぷくっと膨らんで、まあ、そうやってね大きくなってるやつほど、まあ、落ちる傾向にあります。で、まあね、秋寒くなってくるのでたまにね1本2本浮いてるやつとかいるんですよね。でそうなってくるとやっぱり餌をセーブしてあげる必要があります。で今日は、まあ、餌のセーブにやってきました。本当ね模様のいい鯉がねやっぱりね落ちちゃうとねかわいそうですし、もったいないですのでね、まあ、悔しいですよね。今まで健康的にね育てたのが調子悪くなって、やっぱりそこら辺もね飼い主さんの責任で餌の食わせ方がまあ一番重要というかね。ですのでやっぱり水温が今下がった時に餌を与えるっていうことはやっぱり鯉にとっては、まあ、致命傷を負うっていうことですので、皆さんそれだけは気をつけてください。取り出しもね18日の、まあ、中物クラスの販売から、まあ、9月の25日の上物の鯉の販売に向けていろいろと準備を進めておりますので、まあ、皆さんねこれから YouTube の方でいろ、まあ、んな動画をアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録のほどしていただきまして、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではさようなら。